はい、イマティです。どうもこんにちは。2021年ももうあとわずかになってきましたね。今年はですね、パトリオットに始まりですね、ロードバイクっていう形で、1年間をね過ごさせていただきました。いやー、今年の1月でしたかね、パトリオットが納車されてもうすぐ1年になるんですけども、いろいろありましたね。買ってきたばっかしなのにガラスに、傷が入ってたりとか、あとは、ハンドルの操作ボタンが効かなくなったりとか、スペアキーも作りましたね。そして後半は何といってもエンジンランプがついたり消えたりついたり消えたりで、四苦八苦しましたね。カスタムの方もまあぼちぼちねやらせていただいてまして、リフトアップさせてもらったり、そうですね、グリルを黒に塗ったりとか、まあ、ちょこまかちょこまか、して楽しんでおります。来年はですね、いよいよハンドルノブであったりとか、ボンネットフード、ここに少し、カラーカスタムをしていったりとか、まあ、そんな感じで考えたりしてますね。そして今年の5月になんと初めてロードバイクを、入手しましてですね、アルミのビアンキですね。もう最近ね、このロードバイクというかチャリにはまりまくってますね。このねビアンキをいただいてから火がつきまして、もうすぐにですねカーボンロードが欲しくなってスコットを買ったんですね。でスコットでずっとね、走っていたんですけども、ほんとこの最近すごいものに目覚めてしまいまして、なんとマウンテンバイク買っちゃいました。マウンテンバイクにもちょっと目覚めちゃったんですね。やばいっしょ。もう狭い部屋なのに自転車が今4台あるんですね。そしてですね、このマウンテンバイクはドロップハンドルに変えようと思っております。はい、まあ、そもそもグラベルロードが欲しかったんですよね。そもそもグラベルロードが欲しかったんですが、まあ、ちょっとね高くて買えないので、マウンテンバイクをドロップハンドルにしてマウンテンドロップにしようかなと今計画をしております。でそのためですね、この年末年の瀬にですねヤフーオークションでハンドルとそれとシフトレバーを購入したりとかね、まあいろいろやっておりますよ。はい、ということで2022年はですね、このマウンテンロード、これを作っていくのとこれで楽しんでいくっていうところをね、お送りすることが多くなってくるんじゃないかなと思っております。そして、まあ、マウンテンバイクといえば、まあ、グラベルオフロード走行とかなるんですが、今ティーがですね千葉県の大網白里で、やっております古民家ファーム焚き火、こちらもですね行く道が険しいっていうか、まあグラベルになってるんですね、砂利道になってるんですね。なのでここに、マウンテンロードで乗りつけていってですね、キャンプ飯とか焚き火料理とかそういうのもねいろいろ挑戦していきたいなと思っておりますね。まあとにかく好き勝手ね、YouTube の方には流しておりますので、まあ全然ね、面白みもないとは思いますけれども、これからもね、一応パトリオット、そしてロードバイク、マウンテンロード、そして釣り、そしてまあキャンプや焚き火っていうところに対してねテーマを持って、映像記録を残していきたいなと思っておりますので、一緒の楽しみをね、趣味として持っておられる方とかおられましたらね、また見ていただいてご意見とかいただければなと思います。こういうことやったらもっと楽しいよとか、こういう風にやった方がいいよとか、もうね今っていうのも素人で、素人ながら何も知識ないのにまずやってしまう方なんでね、いろいろ皆さんにね、教えていただきたいなと、思っております。はい、ということで、2021年の、ちょっとご挨拶という形でね、流させていただきました。2022年、もっともっとねいい年、楽しい年にねしていきましょう皆さんね。
ということで、来年もよろしくお願いします。今年は本当にありがとうございました。ということで、また今 T チャンネルでお会いしましょう。